佐藤和夫動画チャンネルです。今日は6月18日土曜日であります。いやー、昨日までの2日間いやー雨でどうしようもないほど本当に湿気が多かったんでありますが、まあ今日はもう朝から暑くて、まあ天気予報見ましたら今昼間35度になるっていうことであります。まあ実際もう朝9時の段階で今日は30度ありますんでね、まあ昨日までの雨のこう湿気が上がってくるっていうんですかね、まあそういうふうな感じで、まあ今日は暑くなりそうなんで、本当に熱中症対策も含めて、まあ、水分を取ったり、まあ、しないと今日一日過ごせなのかなと思っております。まあしかしながら、まあ、明日私たちの消防団では消防操法大会がありますんで、まあ、今回はその準備リハーサル等もありますので、まあ、今日炎天下昼過ぎ3時間ぐらいかな、まあ、でいろいろやりますんでね、まあ、水分を取ったりして、まあ、明日に備えていきたいなと思って、まあ、市民グラウンドで明日7時から大会やりますんで、まあ、12時ぐらいまでに終わるのかなと、まあ、とにかく全部で24の分がありますんでね、まあ、全ての分が消防ポンプ操法を行いますんで、まあ、朝7時ぐらいからやらないと間に合いませんので、まあ、ぜひとも見に来てください。まあ、これは真岡市民皆様の生命身体財産を守るため、そして消防をいざ火災になった時の消防のそのテクニックといいますかね、そういうふうなものを技術向上を図るためのものであります。まあ、本当に消防団として一番こう必要なものが凝縮されているというか詰まっているのがこの操法大会がありますので、ぜひとも見ていただけると、まあ、昔消防団はこういうことやってるのかっていうのが見えてくると思いますので、ぜひとも来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。終わります。